今日は月曜日ですね。リラックマかわいい。なんかさ、そう、美容院行きました、この前。昨日のメールの写真で結構気づいてくれた人がいるっぽいんですけど、美容院に行ったので髪の毛がツヤツヤでサラサラで幸せです。ね、色も変わってちょっと落ち着いたかな、前より。いつも巻いちゃうんだけど、もうなんか美容院ってツルツルだからおろそうと思って、あのもうストレートって感じです。ちょっと前髪はすぐ伸びるので、短め。すぐ伸びるんでね。特に私の前髪は超伸びるの早いんで、短めでお願いしますって言って短めで切ってもらいました。ツヤツヤ。やっぱり美容院はね、本当に1ヶ月に1回は絶対に行きたい、絶対に行きたい。感じです。まあ私の場合は染めてるから、こうなんかここが染めてるとやっぱりさ、この地毛の部分と染めてる部分の間が見えちゃって気になるでしょ、まず。あとはまあこのパサパサも気になるし、前髪も飽きてほしいなみたいな。そう、みんな昨日なんかショールームか、昨日のメールの写真かで結構気づいてくれた人多かった。嬉しい。こうやって見ると分かんないか、あんまり。でも男の人の方が伸びるのなんか早く感じる。じゃあ短い人が多いから。女の人は、まあ、全然1年いかなくても、まあ、1年はあれか、3ヶ月に1回とかでいいかもしれないけど、私染めてるんで結構頻繁に行ってるかもって感じですかね。ちょっと一瞬、こんにちは。なんか私花粉症じゃないんですけど、今日やばい、もう目が痒くて。鼻水はそんなに出ないんだけど、あのくしゃみとかも目が痒い、とっても。今年は花粉が多いらしいね。夜めっちゃ目が痒くなる。
今日顔まで、わかる、え、顔かゆいんだけど、え、思った今日さ、ずっとこうやって書いててさ、いや髪の毛がついてんのかなって思ってたの、なんかこう髪の毛がさついてかゆいのかなって思ったけど、やっぱりそうなのかな、え、顔までかゆくなったら終わり。だってメイクとかもさするのにさ、かゆくて、でも腫れちゃう時とかあるもんね、なんか花粉で、やだな。リオレモンさんと友達、そうです。いやもう結構私でも何回か載せてる気がする。リオレモンちゃんのこと、え、これ花粉症なの？なんかもう鼻に来たら花粉症かなって思ってたんだけど、これ花粉症なのかな。でも逆に辛いかも、目とさ肌どうしようもできないから、やだな。でも重症ではないから今のところ。うちの家族は私以外は多分花粉症なんだけど、私だけ奇跡的に今まで何もなくて、ここに来てやっと重度ではないんですけど、まあ軽度の花粉もどきみたいな感じです。軽度の花粉もどきだから、全然です、そんなヤバい人に比べたら。それ認めてないだけじゃん。うん、そうかも。え、でもさ、そうか、え、でも本当に髪の毛がついてたのかもしれない。だって今痒くないもん。でもさっきは確かにこう目が痒いなと思って擦ってた。なんかいい薬とかあったら教えてください。花粉症に効くいい薬。アレグラ、アレグラ聞いたことあるな。なんかコマーシャルでやってる、普通に売ってるやつだよね。アレグラ、やっぱり可愛すぎる、やっぱり美しすぎる、やっぱりめちゃくちゃ綺麗だっていうコメントを発見しました。ありがとうございます。フェキソフェナジン、なんじゃそりゃ、聞いたことない。でもマスクしてるからまだあれだよね、今は。花粉で呼吸困難になる重症、え、そんなことあるの？そんなことあるんですか？めっちゃ大変だね。やっぱ耳鼻科に行くのがいいのか、顔も耳鼻科でいいのかな。もうそろそろマスク外していいらしい。確かに。でもあれだね、なんか花粉症の人多いからマスク取らない人多そう。今はマスクあった方が楽かもね。いや私も寒いからマスクしたいって思っちゃう今。もうなんかコロナとかもあれだけど、外とかって別にさ、まあマスクしなくてもいいじゃないですか、人がいない場所だったら。でも
もうなんか寒いから家出た瞬間あったかいってなる。今はね、まあ夏はさすがに外したいかな。マスク、そう、この前さ、綺麗にマスク焼けしてるお父さんがいて、自分のお父さんじゃないんですけど、知らない人のお父さんがいてすごい見ちゃった。綺麗にここ、こういう毎日同じマスクつけてるからさ、すごい日焼けしてて。でもマスクさ、どっち派が多いんだろう。もう早く取りたいって人と、いやもうこれからマスクあっていいよ。多分ね、私の考えなんですけど、女の人は、あーでも両方いるかな。もうなんかマスクあればなんか、まあ、メイクちゃんとしなくてもいいし、楽っていうのはまあ一つあるし、あとやっぱりちょっとマスク、まあ私とかはそんなないけどさ、ずっとマスクしてたからなんかマスク取るのがなんかここのイメージがついてなさすぎて、マスク取るのが怖いみたいな。会社とかで確かに、でもずっとマスクつけてたらね、そうですよね。私の同級生とかも多分今何年目なんだ、社会人3年目次で、だからさ、まあ、コロナと同時に就職した人とかもいるから、絶対さ会社でマスク、まあ、ご飯の時以外外さないっていう人いるじゃないですか。だからちょっと恥ずかしいっていうのあると思うけど、あとはまあ外したい、もう半分くらい、半分半分なのかな、わかんないけど、まあね、息しやすいし、友達とご飯食べてる時だってマスク取りたいから、まあ、取りたいっていう人もいるし、あとあれだね、ディズニーランドとか行ってマスク取って外したりとかすごいめんどくさいから、早く取りたいなっていう人も多いかも。私は今は寒いんでつけたいです。マスク解禁、外して OK ってなってもしばらくつけてるかも、あったかくなるまでは。あとやっぱお肌守りたいし、日焼け対策にもなるんで。マスク外すと丁寧にひげ剃らなければいけない。あー確かに。マスクつけてたらさ、だってあれだもんね。まあ女の人だったら、私、まあ女の人っていうか私だったら、あー、まあリップいいやとか、どうせマスクについちゃうからリップいいやとか思うけど、前髪パッツンで就活中の JD みたいでよき、ちょっと理解できないですけど、就活中の JD ってこんな感じなんですか。外すのを強制されるのも違う。強制ではないんじゃない、ご自由にって感じ。でもさ、昔の世界だったらさ、マスクしてたら、あ、あの人風邪ひいてるのかなとか、なんか大丈夫かなってなるじゃん、学校とかで。でも今はさ、もうマスクしてたところで何も思わないからね。変わりましたね。え、なんかこの前さ、ネットの記事でなんか
その学生の卒業アルバムがみんなもうマスク割りで悲しいみたいな。確かにそうだよね。リオレモンと知り合いなんだね。そうです。七瀬のママって陽子って名前じゃないよね。ノーコメントで。どっちかな。新しく生写真を注文して今、あ、嬉しい、ありがとう。私のママの名前は師匠です。吉川師匠とかじゃない、ただの師匠です。ただの師匠。パパはボス？違います。パパは主です。主。主。主です。主って呼んだら来ちゃうんで、あんまり。RG じゃないです。主です。主。思いっきり笑うとお眉になりそうなくらいの私の眉毛、あ、眉毛じゃない、前髪。大丈夫かな。でもこれでももう何日か経ったの実は。だからあれかもしれない。
昨日の公式の動画カッパ着た桐谷さんかと思った。え、ウケる。確かに桐谷さんかもね。あれ私誰か分かんなかった。あれ見て、ナレシちゃんの YouTube 見てよ、聞いて。おい、嬉しい。どれなんだろうね、あの自転車の人。そんな二郎の桐谷さんの真似、え、そんなんあんの？みたい。優待券の桐谷さんかな、多分自転車乗ってたからね。桐谷さんに会ってみたいな。まだ私一回も遭遇したことない。あのね、リコーダーの妖精っていう人はね遭遇したことあるんです、2回ぐらい。でも桐谷さんも会ったことないし、あとまあ、フェフ姉さんもないし、毎回私必ず夜更かし見てるから会いたい。あとなんだっけ、大戦争だっけ、大す、なんなんだっけ、なんとかおじさん最近いるさ、なんだっけ、なんだっけ忘れちゃった。大戦争じゃなくて、あとね、ドラえもんの中村さんだっけ、もうねまだないんですよ。なぎちゃんもあの人好きで、いつか会いに行きたいねみたいな、あのクレープ屋さん行きたいねって話してるんですけど、未だに行けたことない。あ、大都会だ、そう、大都会おじさんだ、大都会おじさん、そうそうそう、最近ねよく出てるんですけど、大都会おじさんもね、まあ、あの方はなかなか遭遇できないのかもしれないけど、ジャガーさんはね、一回千葉テレのイベントで一緒になって写真撮ってもらいました。劇場公演見に来てくれたいね絶対そういうタイプじゃないと思うけど、まあ確かにちょっとあのやっぱり番組視聴者としてはあのお会いしてみたいなとは思うけど、でもなんか圧倒されそう、何も話せなさそう。あ、木村さんだ、間違えちゃった。ドラえもんの人は木村さんだって、木村さんだ。木村さんは海浜幕張のお店、え、そうなの？え、それはちょっと行かなくては。千葉県民としてはいつかなぎちゃんと行こうなぎちゃん誘って、なぎちゃん木村さんに会いに行こうなぎちゃん絶対え、いいよ行こう行こうって言うよ。なんかイベントとかやってほしいな。
かね。ではちょっと今日は早いんですけど、この辺で終わりにします。13位はドヤリンチョアットマークレミタンビッグラブ、ありがとうございます。12位はチアリングアットマークシンガポールミューディーチームエイトさん、ありがとうございます。11位はカックンアットマーク、これさ絶対ダンスの配信見に来てくれるからさ、ここのアットマークの後消したよね。まあ全然気にしないですけど、ありがとうございます。10位はテツナの接触者アットマークナレンジャー、ありがとうございます。9位は香港のケーキアットマークナレンジャー、ありがとうございます。8位はしんのすけべさん、ありがとうございます。7位はよもやよもやだアットマークうまいうまいうまいさん、ありがとうございます。6位はトシアットマークナラレンジャー、ありがとうございます。あ、変わった、変わったかな。13位はジアリングさん、12位はカックンさん、11位はテツさん、10位はアンコの KK さん、9位はよししんのすけべさん、8位はよもやよもやださん、7位はトシアットマークナラレンジャー、6位はドヤリンチョ、5位は YSA73 さん、ありがとうございます。4位はシンゴさん、ありがとうございます。3位はノリアトマークダンコナラレンジャー、ありがとうございます。2位はパンダアトマークナラレンジャー、ありがとうございます。1位はナベアトマークナラレンジャー、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。よし、 OK、 それではまたね、バイバーイ。